土門、花宮ネクです。リー、ファナスタシスをやっていくぞ。前回エメルダさんをぶっ殺して精神世界を独占、アズランの魔法鍵を手に入れたことで行けるところ激増と、はちゃめちゃに進展したところでしたね。とりあえず3つの真実のオーブを捧げましょう。捧げたことに満足して1回帰っちゃったんだけど、視聴者さんに触ったら映像見れるでって言われて慌てて戻ったり、俺は察しの悪い男。じゃあ左から鑑賞会だ。同時視聴始まるよ。お、レジテニーヌのおっちゃんじゃん。2ターンぐらいで死んだ先輩じゃん。ああ、誰でも成人化パックだったん。そんなん国王がなる必要ないよな。一人になった時に正気に戻るの嫌すぎるな。それなら人思いにオール上書きしてくれよ。まあそんなことになったら、そりゃ本来のアマタ君、アルフレッドもブチ切れるし、どうにかして分離しようとするわな。よく分離できたな。死肉を貪るってのは比喩でなくガチで、成人するには顎の強さも必要なんだな。うわ、ちょっと怖いな。ははーん、美味しくなるまで熟成させるノリで、ついでにちょっと正気に戻して恐怖と絶望の味を増してんだ。これ魔術師側も知らなかったんだろうな。うちの国王が成人に、これでこの王国も安泰っすよみたいなノリでやっちゃったんだろうな。あんなの成人じゃない、悪魔だいって血文字も残してたしな。やっぱり悪魔はダメだな。じゃあ次は成人の真実。医師と人間の根血だけが成人になれる。なるほど。グドンナ・セドリック、アレフレッドからもグドンって呼ばれてたんだ。やばい、グドンナ・セドリックに気を取られすぎて後半の話が全然頭に入ってこなかった。っていうか、そっか、セドリックは本当のことを言ってたんだな。そう思うとアズランさんを頼っちゃうのも仕方ないような気もする。悪魔由来の能力だし、友人の体はカラカラだし、無気力肯定マンになってるし、くっ、セドリックのグドン呼ばわりが頭から離れない。セドリックとしての心が私の心を塗りつぶしていく。じゃあ次はエメルダの真実。え、エメルダさん、命を消費してたんだ。このためだけに生まれたの？
エメルダさん何歳なんだ？意外と3歳ぐらいなのか、普通に20歳ぐらいなのか。母親は仙台女王なのかな。死体がないって大騒ぎだったよね。確か父親は確定情報はないけど、多分アズランさんだよね。これで成人を蘇生させるために生まれてきたんだよ。つって洗脳教育してやらせたんだ。はえ、エメルダさん悪魔かなんかかと思っててごめんね。普通にかわいそうな人だったわ。よし、エメルダさんが死んでもワープ機能とか悪魔ショップとかは生きてるんだな。一安心。よし、じゃあ運算無償されに行ってくるわ。うおー、禁術が起動してないのに扉を潜ると俺の魂は消えるぞ。アレフレッド君も成人にならないならまあええかって感じなんだ。うおー、魂無産。ちゃんと絶望したまま死んでくれよな。毎回皇帝が変死するラーガ帝国かわいそう。おお、終わった。まあ地味なエンディングではあるけど、アズランさんが一番長くじわじわと苦しむ終わり方だし、これはこれで味わい深いかもしれんね。じゃあさっき開けられなかった扉を開けましょう。おお、エメルダさんの隠れ家か。エメルダさんがずっとつけてたリボン、それがエメルダさんの位置に。おお、教会の人たち優しいんだ。なんか嬉しいね。成人真実を知ってる人以外は普通に優しい人たちなんよな。教会生活が居心地よくなってるじゃん。こんな子に命消費を強要する父ちゃん最低やで。真面目に研究して真っ当に評価されて成功法で禁術を調べてるエメルダさん次第すぎる計画じゃない。エメルダさんがやる気なくなったら終わりやん、この計画。
現代女王を殺しとる。エメルダさんは母さんに会いたいって言ってたけど、そいつが母さんやで多分。ブーム、時系列がややこしいけど、アマタ君を拷問、大脱走、アズランさんと先代女王で子供をこさえる。20年ぐらい経過、ラーガ帝国が攻めてくる。蘇生儀式やってこと。20年先の計画のために子供をこさえるの、気長な話だな。エメルダさんが立ってたのはこの辺だよな。あった、エメルダのリボンをゲット。おー、魔力プラス 10%。 普通に実用品じゃん。バルロックさん、つけてみつけてみ。魔力が600から692。エメルダさんありがとう。エメルダさん、君の生きた証はバルロックさんが受け継ぐからよ。安心して言ってくれ。いや、いいものもらっちゃったな。リボンつけてるネズミってことでビジュアルもいい。ってなところで今回はこの辺で、よければフォローやチャンネル登録よろしく。